40万人感謝の突破記念でとしまして、スイッチ3つ用意しました。応募は、チャンネル登録してあることとか、まあ、いつも通りのやつです、はい、ご応募お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくとも。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。都市伝説のコーナーって始めるのもちょっとなんか飽きたな。いやいや、いいでしょ別に。都市伝説のコーナー。なるさ、え、突っ込んであげてください。いやもう全然面白くないから全然突っ込めない。全然面白い。アポロ計画で人間が月に到着しましたみたいなのあったけど、宇宙人の女性のミイラが発見されたって言われております。え、でもそれも宇宙人っていう説もあるし、うん、東洋人っていう説もあるし、まあとりあえずね、写真を見ていただきたい。はいはい、はい、こちらですね。うわめっちゃ可愛い。可愛くねえよ。ビリケンさんみたいな顔してるやん。東洋のモナリザなんていう言われ方したり、日本ではかぐや姫なんて言われ方をもしてますね。こんな、え、うわ、な、何何してんの。この状態で見つかったのよ、まあ、え、罰ゲーム中に。罰ゲーム中にお亡くなりになった。違う違う違う、宇宙船の中にミイラが発見されたわけですよ。この宇宙船を操縦するための道具らしい、これは。で、その宇宙船の画像もあります。ハマグリ、ハマグリ、ハマグリ、どう見たらそれハマグリなの。細長いね。ああ俺の今朝1個ぐらい。やめろお前。全長 3370m ありますから。ギリギリやな俺は。いや、ギリギリじゃない。この船っていうのがですね、うん、隕石とかどっかに衝突、バーンと衝突したら、そこの衝突面からなんか年代とかを導き出せるらしいのよ、そ の, のすごい技術や。それで調べてみた結果、はい、この船一体何年前のものかっていうと、約150万年前のもの、ね、めっちゃ前。めっちゃ昔だ。すげえ昔なわけ。幅 その時にこんな技術があった。そう、だから他の星のめっちゃ文明が発達したところのものなんじゃないかって言われたりとか、あれじゃないですか。あれなら本当に宇宙人っていうのは未来人でタイムスリップして今我々のやつを見てるみたいな都市伝説があるじゃないですか、はい、あるあるある。あれマジ説あると思うな。まあそういう話がある一方で、顔立ちとかアジア人みたいな顔をしているの。確かに。このミイラが身につけてたその洋服の模様とかがアジア特有の幾何学的な模様が施されてあったりとか。さっきアポロの話しろっとしたけど、はい、そもそもアポロ計画っていうのはその月に人間が着陸するぜみたいな、うん、これを目的としてたわけね。アポロ7号が初めて出発したと。で、そんで、で、初めて月に着くことができたのが11号。世界中の人々がうわすげえってなったの、うん、でもなんかそれ以降12、13、14とかアポロ行ったんだけど、11号が月に行ってから国民の関心がちょっと薄れてきて、月ついたしみたいな、うん、どうでもよくねみたいな感じになっ てるわけよ。で、そんな感じでどん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 興味が薄れていって、アポロ17号で打ち切られてしまいます。あ、そうなの。月に行くの。そう、これ当初は20まで行く予定だったんだけど、それはこの興味がみんななくなってきたのと、あと予算がなくなってきた。あ、でもちょっとこれにはちょっと一つ矛盾があって、予算がないって言ってるけど、17号ができた時点でもう18と19はもう作ってあったのね。あれ、うん、これってか作るのにもうすでに金かかってるから、うん、17の時点でさ、もうお金ありませんからやれませんってちょっとおかしいじゃん。おかしいですね。これ実はこのミイラを見つけたのはアポロ15号っていう説があるんだよね。アポロ15号が月に行きまして、さっきの船とミイラを発見して、やべえもん見つけちまったってことで、本当は17で表向きでは中止だけど、裏で18、19、20でミイラの正体を秘密裏に調べてるんじゃないかって。ああ、なるほど。何かを持ってきてこっちで解析してる可能性はあります。あ、ましてやそのエリア51では宇宙人飼ってるっていう噂もあるし、墜落した UFO がここで運ばれて調べてるっていう噂もあるから、宇宙人とかこういうミイラとかめちゃめちゃ調べてるかもしれないっていう。アポロ17号での月面調査中に2人の宇宙飛行士があるものを見て、おい写真を撮るのかという不自然な会話をしている記録が残されている。写真を撮るのに躊躇してしまうほどの何かが存在していたのだろうか。
現でだって探査機もあるじゃないですか。そうなんですよ ね。そういうのがあるにもかかわらず、もうこういう裏側とかがこういまいち公表されてない理由っていうのは、宇宙のそのエイリアン的な何かと地球のどこかの国が秘密裏な通信を取っているからかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。宇宙都市伝説でした。いや楽しいですね、やっぱこれ宇宙いいね。アポロ11号ってファミコンくらいのしかないんですよ。ああそうだね、ファミコン以下らしいんです。そんなんでいけたのなんかおかしくねみたいな話になってるでしょ。そうそう、だからそういう話もあるから、結局アポロ行ったのは嘘なんじゃねっていう話もだからあるんで、謎が多いよな。ああ宇宙はちょっと隠しすぎてんじゃないですか。アメリカさんって怖いですね。好奇心湧いたぞって人はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。12時ぐらいね、月出発のやつあるから行こう。手軽手軽想像つかん覚悟でぶっかまされてるやつらけっ飛ばして